マーカス・ホイットマンは、アメリカ合衆国の医師であり、オレゴンカントリーの伝道者である。1836年に、妻のナーシサと共に、現在のワシントン州南東部となったところの布教を、はじめ、そこがオレゴントレール沿いの停車場となった。ホイットマンは後にオレゴントレールを通って、最初の大ロ馬社台を導くことになり、その後の10年間にこの道を使った数千もの、 移民に利用可能な経路として、オレゴントレールを確立した。1847年に、インディアンに殺害された。ホイットマンは1802年9月4日に、ニューヨーク州、フェデラルフォローで、ベイザとアリスのホイットマン夫妻の子供として生まれた。その家系は1639年以前に、イングランドからマサチューセッツ湾植民地に移民してきた、ジョン・ホイットマンまで遡ることができた。 ホイットマンが7歳の時に父が死ぬと叔父と一緒に暮らすためにマサチューセッツに移転した。ホイットマンは牧師になりたいという夢があったが、そのような時間を要する学問のための金を持っていなかった。その代わりに、徒弟暴行に出ることにして、経験を積んだ医者のもとで2年間医学を勉強し、フェアフィールド医科大学から学位を受けた。1834年、ホイットマンは、 アメリカ海外伝道委員会に応募した。しかし、この組織は、夫婦者のみを受け入れていた。1835年、ホイットマンは伝道者のサミュエル・パーカーと共に、京のモンタナ州北西部やアイダホ州北部に旅し、フラットヘッド族やネズパース族インディアンの集団に、布教を行った。この旅の間に、これらが蔓延し何人かの毛皮穴漁師の治療をした。そこでの滞在を打ち切るとき、 ネズパース族に将来家の伝道者や教師と共に戻ってきて彼らと共に暮らすと約束した。ナーシサ・ホイットマン・ホイットマンは故郷に戻った後で、この時アメリカ海外伝道委員会の代表になっていたパーカーが伝道者を求める演説を聞いた。1836年、ホイットマンは物理学と科学の教師だったナーシサ・プレンティスと結婚した。 ナーシサも、電動車として西部に行きたいと思っていたが、それまでは独身だったのでそれができない身分だった。1836年5月25日、ホイットマン夫妻とヘンリーとイライザのスポルディング夫妻を含む他の電動車たちの集団が、毛川公益業者たちの隊列に加わって西部に向かった。この毛皮会社の隊列は、マウンテンマンのミルトンサブレットや、 トマス・フィッツ・パトリックが率いていた。毛川公易業者は7両の荷車があり、それぞれ6頭の老婆に引かせていた。もう1両、2頭の老婆に引かせた荷車には、以前に片足を失い、友人に作らせたコルクの義足で歩くサブレットが乗っていた。この合同隊は7月6日に毛川公易業者の落ち合う地点に到着した。この集団はいくつかの電動所を設立したが、 ホイットマン自身もそのアイラプー伝道書を作った。これは、カイユース語で、細麦の場所という意味があった。その場所は、ブルー山脈の北端からすぐ西、京のワシントン州、わらわら市に近いわらわら渓谷にあった。その伝道書は、カイユース族とネズパース族インディアンの領地内にあった。マーカスは、農作と医療を営み、ナーシサは、インディアンの子供たちのために学校を作った。 1843年、ホイットマンは東部に旅して、そのキロにアイガホ東部にあるホールトリデから最初の大ロ馬車隊を導いてくることになった。大移民団と呼ばれた、この集団は続いてくる開拓者のためにオレゴントレールの利用可能性を開いた。インディアンの領地内に白人開拓者が流入することで、 1847年のマシンの重大な流行などインディアンにとって新しい病気をもたらした。インディアンはこれらの新しい病気に免疫がなく、限られた健康習慣のために高い致死率となり、子供たちが非常に多く死んでいった。ホイットマンが熱心に回収を進めることと、多くの白人患者は回復させたことで、インディアンたちはホイットマンが、 インディアンの患者を死なせているという考え方が育っていった。インディアンには病気を治す能力を持っていると信じられている獣医という存在があり、これが結局暴力沙汰につながった。1847年11月29日のホイットマン虐殺と呼ばれることになる事件で、海遊ス族がホイットマン夫妻を殺害した。ワイーラップの建物のほとんどが破壊された。 この地域社会にいた他の白人開拓者12人も殺された。1ヶ月の間、53人の女性子供が捕虜になり、その後交渉で解放された。この事件が白人開拓者と先住インディアンとの間の打ち続く紛争の引き金となり、海遊戦争と呼ばれることになった。当時の者の証言によれば、プロテスタント伝道者と地元のカトリック聖職者との 間の打ち続く敵対意識によって事態は悪化していた。ローマカトリック聖職者のジョン・バティスト・ブルーイエが生存者を助け犠牲者を埋葬するのを手伝った。しかしヘンリー・スポルディング牧師はブルーイエ神父をはじめカトリックの聖職者が虐殺をそそのかしたと強調するパンフレットを書いた。スポルディングのこの惨劇に関する見解はその後の半世紀間。 納税者の費用で何度も何度も印刷された。1901年になって、イエール大学の歴史家によって、最終的に否定。1953年、ワシントン州は彫刻カーバード・フェアバンクスの制作になるホイットマンの聖銅像を、ワシントン DC やメリカ合衆国議会議事堂の国立彫像ホールコレクションに寄贈した。ワシントン州は、 ホイットマンの誕生日である9月4日をマーカス・ホイットマンの日に制定した。ありがとうございます。